皆さんこんにちは。ポチワチャンネル、ポチワです。ポチコです。はい、今日はね、このレトロなお TikTok をご覧になった方は分かると思うんですけど、はい、最後の方に、ね、出てきたこのレトロなお車、なんとこれシルビアです。全然違うよ、昭和41年って書いておく。書いておくれとか、これはほんまの認識かどうか分かんないですけども、昔の方のシルビアだと思いますね。へー。すごいね。だいぶ変わったね。全然や、面影なしっちゅうぐらい。この分の YouTube はですね、はい、前回ね、白雪に NBOX のね、コネクティッドナビを語らさせてもらったんですけど、まあ、お詫びと訂正ということで、はい、サイトの方にあったよね。ちゃんと NBOX バージョンみたいなのがあったんで、その部分をね、詳しく説明させていただきたいと思います。はい。チャンネル高評価？チャンネル登録と、チャンネル登録と、高評価した上でね、はい、番組最後まで見てください。お願いします。では、本編どうぞ。GO! はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ポチョチャンネル、ポチョです。ポチコです。まず最初に、お詫びと訂正です。はい。前回はね、はい、値段も分からず適当にインチもちょっと大きめで、はい、情報を伝えさせていただきました。申し訳ございました。すいません、はい、ということで今日は訂正のね、はい、新しいチャート入った情報を、皆さんとシェアしたいなとシェア、思います。お願いします。はい、ということで、はい、今日のタイトル、いい超おすすめの9インチプレミアムインターナビ、やったー、新型 NBOX にぴったりということで、このサムネイルのこの左上がね、うん、9インチのナビになります。はい、うん、で、本題の方を入らさせていただきま す,、はい、ます。最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。はい、始まるよ、どうぞ。ということで、これはホンダ純正カーナビゲーション&オーディオということで、ホンダさんにね、このナビゲーション専用のページがございました。はい、はい、で、今回はちゃんと車種により提供するナビゲーションを取りますということで、はい、エンドボックスを今選択しております。あ、はい、はい、で、9インチの7インチの違いっていうのはね、先ほどのサムネの部分の画像です、はい、うん、これですね、左から9インチ、違う、ね、右は7インチ、ここ2インチで全然大きさが異なってきます。違う、ね、性能も変わってきますので、あ、違うね、そこら辺をね、取り下げて喋っていきたいと思います。お願いします。で、ですね、今日紹介するのは9インチプレミアムナビで、LXU237NBI ということで、価格は税込み 229,900 円です。前回のもので確かにね、もう30万近い、27万なもぐらいに塗ったと思うんですが、ちゃんとね、9インチ、まあインチは細くなりますけども、値段もね、その分、まだ表面安くはなったかなと思います。はい、で、ですね、まずこの9インチプレミアムインターナビが何ができるかということを出すけど、地図更新が3回、はい、無償です、はい、CD 録音できますよ、DVD 見れます、はい、HDMI 対応、はい、iPod と iPhone 対応、はい、Apple CarPlay、あ、CarPlay か、あと Android Auto 対応、Bluetooth ハンドフリー通話、音声、音楽再生、すごいよね、この車種専用音響チューニングっていうのができるようになってますね。チューニングね。で、これ地上デジタルワンセグね、見えますよ、はい、テレビも見える、やったね、はい、っていうことで、もう一個下の部分になるとスタンダードインターナビっていうのがあります、で、これがね、お値段106,300円と、もう一個ね、VXM まで一緒だから、224、234、微妙に数字が違う。うん、違う。で、値段が148,000円。6,000円ぐらい約。うん、違う分なんですけど、これはね、ざっくり言っとくと、まずサイズが7インチに落ちます。でも地図更新さんから一緒、うん、CD 録音できます、うん、DVD いけます、うん、HDMI は非対応、はい、iPhone、iPod はいけます、いける、で、Apple CarPlay、Android のスマホつないでの分ですね、うん、無は対応してません。ませんただ Bluetooth でね、ハンズフリーの通話、うん、あと音楽再生できます、はい、
で、チューニングできません。で、チリズラはワンセグね。ワンセグね。すぐ。はい。向こうの人だろうか。なんか黙っとうけど。まずこの224の方をね、はい、詳細情報で言うと、うん、大事なことが、はい、在庫なくなり次第販売終了なんで、うん、もうなくなったらおしまいです。おしまい。はい。はい、っていうのが、まず大きな部分になりますね。はい。はい。で、ちょっと高いね、6000円ぐらい高いけど、うん、この分はまだね、そういうの出てませんので、多分、在庫はいけるのかなと思います。うん、で、まあ、ここも適用車種の方に、フリード、N ワゴン、N ワン、N ワックス、N ワンに付けれますよ、というふうになってますね。はい。どれより違ってくるんですか。で、次にエントリーインターナル。これが一番ね、価格的には抑えられた分、112,200円になります。もうざっくり言いますね。iPod、iPhone 対応、Bluetooth、ハンドフリー、通話、音楽再生。うん、のみです。のみってことは、あとできません。もっと iPhone だけしか上がることが。そうですね。つないで iPhone の中に入ったのは聞けるってことか。そうですね。うん、もう、ですが、Android は書けないんで。iPhone だ。iPhone 信者のみ。信者のみで、これも、在庫なくなりしない。販売終了ということなんで、多分なくなるモデルになるのかな。なんで、はい、なくなり次第はこの米印じゃないか。これも違うんか。こっちはいけるか。いけるよ。あ、まだいけた。いけるよ。ごめんなさい。うん。まだ終わるペースだ、うん。これはいけました。いけるよ。カットした。見つけた。以上、できるやつ、うん、が、フィット、フリーで N、ワゴン、N、ワン、N ボックス、N、バンと。で、インターナビに対応してます。高速道路学走お知らせ。多言語対応。うん。うん、というふうにあります。うん、はいはいはい。で、まあまあ。細かい部分で言うとちょっと微妙な部分はあるんかな。ですね。はいはい。まあまあ、値段をね、やっぱ上げていくと当然満足するというか、できること目いっぱいの内容にはなってくると思うんですけど、一応ね、オプションっていうのもございまして、このね、9インチ、今日お勧めする分が P。で、プレミアムナビの P にしよう。で、スタンダードの S。うん、で、エントリーナビの E。うん、3種類に大きく分けまして、うん、何が違うかっていうのは、ここに全部書いてます、うん。リアカメラで安心プラスって機能使えますか ?P、S、E 全部使えますよ。リアカメラの水滴クリーナー、うん、PSE 全部使えますよ。で、フロントカメラシステム前ですね、うん、これは初めて PS までです。エントリーは対応してます。グレーアウトしてます。で、あとドライブレコーダー、ナビ、スマートフォン、連動タイプですか、PSE 全部ですよ。やったー。で、12.8 インチで書いてある、リア席モニターはプレミアムのみですね。 P だけ。ね、あと 10.1 インチに変えても同じく P しかついてません、うん、はい、という差が出てきます、はい、あと ETC は全部 OK、うん、ナビゲーションロックということで、最近ナビも効果なんで、うん、こういうロックなどみたいについてます、ホームにね、うん、でもまあこれも対応、接続コード類っていうのも対応になってます、うん、で、さらにスピーカーとかね、うん、ハイグレードカーシステムの部分はまた別になってますね。はい。という感じで、おすすめのね、今日はナビゲーションということでお話をさせていただいたんですけど、前回お話しさせてもらった、コネクティッドナビはもうこの一番上、9インチしか対応できてません。で、結局なんでかっていうと、Wi-Fi が使えないとダメなんで、Wi-Fi 対応のナビになってくるんで、そういうのだとやっぱお値段も張ってきますし、お値段張るイコールやっぱ中のシステムがやっぱそれだけハイグレードでないとついてこないのかなと。結局このリアモニターもね、追加できる分の後ろの配線、テレビと一緒ですね。でも接続の、要は、後のバージョンアップができない、もうパソコンみたいになってきてるんで、やっぱり長いね、こと使われると思うんで、まあ、最長10年ぐらいやっぱりみんな考えられとると思うんで、付き合いね。と思ったら、まあ、バージョンアップできるものを買っとった方が得なんではないかなと。あ、
なと、こちおさんは思っております、うん。個人的にはね。でも、慎吾ね、変えていくよっていう人になったらまた微妙になってきます、ね。あんまり高いんですよね。慎吾ねって結構早い。早い早い。ですよ。あの、こちおのルービーがね、うん、知らんうちに1年、この間、半点検。1年半。そうね、初回と半年と1年と1年半、うんうん、まだ4回ぐらいしかやってない、うん、でも早いよね、うんうん、っていうぐらい結構年月って早いんですよ、うん、早い。で5年ぐらいだったらここまで高価なナビはいらないから、うん、補聴的にはさんで10年も乗るんであればひょっとしたらね、うん、間で乗り換えようかな、どうしようかな、いや、ワードアップしようっていう時もあるかもしれない、うん、その時に対応できるかできんかって大きいと思うんですよ、うん。これいかに落とすんだったら、まあ社外ナビもあるじゃないですか。ある、あのカロッテリアさんとかケンウッドさんとか、うん、まあこれはまだあの量販店で頼むか自分で工事動かして自分で頑張るかなとかね、変わってはくると思うんですけど、うん、もうそうやって自分で努力しない、まあ言えばまあ、デッキンとかもあるじゃないですか。あると思う。なんか知識がやっぱなくて、あ、まあ、怖くなる、ね、そうそう、不吉祥でとかあるけど、まあ、こういう方にはもう最初から、最初から私はね、お任せじゃないけど純正の、ね、人なので、うん、あのまあ、まあ余裕がある人はね、うんうん、あ、そうそう、あと大事なこの、うん、ハイレゾ対応が来たよはいはい、大事な部分は、まあ、言い忘れとったらいかんので、はいはい、まあ、本当これがおすすめと思います、いろんなものでね、うん、まあ、ぜひよろしければ皆さんもこちらの方をお楽しみにしていただければと思います。はい、思います。ということで、はい、今日も結構喋らさせてもらったかな。はい、はい、お詫びと訂正で、お詫びと訂正でね、はい、はい、あのわずかの特急もあるんで、まだまだ新しい車しか出てないんで、はい、10月に出るのかね、うん、なうん、まあ、 あの市場とか、うん、それ行けるかあったらね、ちょっと見ていきたいなと、実車も思います。ね、この間トヨタさんお願いしたけどね、うん、本田様の方もお待ちしております。はい、お待ちしております。はいということで、はい、今日はコンプレッションか、コンプレッションではまたおこちょうチャンネルでお会いしましょう、はい、じゃあまたね、バイバイ、バイバイ。